YouTube、今日はですね、長野県の中野市で発生しました、立てこもり事件、についてですね、解説したいと思います。この事件なんですけれども、時系列を追って話すとですね、一番最初その72歳の男性が、道端でですね、女性が追われてる、若い女性が男に追っかけられて助けてくださいって言ってるのを助けられなかったっていうことでですね、非常に後悔してるなんていうお話がありましたけれども、実際その男性の目の前でですね、女性はですね胸とかを刺されてですね死んじゃったわけですけれども、それで警察に通報したら警察官やってきて、パトカーに乗った警察官やってきたんですけれども、今度はその男がですね散弾銃持ってきてですね、そのパトカーの、警察官2人をですね殺害をして、そして、自分の親父の家にですね立てこもって、またもう1人女性を殺しているということでですね、計4人が殺害された、事件、おそらく 100% 死刑になると思いますけれども、判断能力、責任能力があるのかどうか、そういったところが争点になってくると思います。ちなみにですね、この男性、青木さんというその、市議会の議長さんですね、56歳の議長さんの、息子、その議長宅に、侵入というか入って、そこで立てこもってたと。でその奥さんとかがですね、逃げたりとかしてきたんですけれども、最終的に身柄拘束されて今逮捕された状態にあると、警察で事情を聞いてるみたいな状況なんですけれども、これね、この段階で安易に決めつけるのもどうかっていう話はあるのかもしれないですけども、おそらくですね、私はこういうふうに見立ててるんですが、田舎にいる、なんかこの人長男で、長男、次男、あと女の人がいるのかな、3人子供がいて、そのうちの長男だったと。で次男は自衛隊に行って結構大変な感じらしいと、苦労してるらしいということで、31歳、この容疑者ですね、31歳なんですけれども、親父さんはその議長、市議会の議長だけじゃなくて、梨とか桃とかの農園を経営していて、さらにジェラート屋さんをやったりとかみたいな感じで多角経営をしている、町の、いわゆる田舎の町の名士ってやつですね、立派な人ってやつですね、代々そういう農園を経営していたということで、歴史がある名家という、田舎でね、結構息子とかが生きづらい環境ですね。これよくありがちな環境なんですけども、親が、うちの家をお前長男なんだから継げというふうに当然言われてると思うんですよね。で嫌じゃん田舎って正直僕田舎生まれなんですっげえわかるんですけど、村社会っていうの、相互監視社会、ご近所さんみんな知り合いで、どこどこさん家の何々さんはどうのこうのみたいなことを言われるわけじゃない。だけどその田舎からどうやって逃げ出すんだみたいな、だからもうなんかわけわかんないやつらはその新宿の歌舞伎町行ってトー横キッズみたいな感じになっちゃうわけでしょ。だから女子なんかそうですよね。で女子なんかこう若くて可愛いと稼げるんで、もうとりあえずトー横キッズになって、未成年なんだけどキャバクラで働いてるみたいな、あるいは援助交際とかパパ活とかもういくらでも稼ぐ手段あるんで、そうやって出てくるんだけど、田舎の男子、農家の長男とかマジで最悪だよねもう家継ぐとかって言ったら、お前大学なんか行く意味ねえだろうみたいなことすら言われるから、俺もだってさ、サラリーマン家庭なのにさ、家継げとか、家継ぐって何なんだよみたいな感じじゃん。だってサラリーマンの家だよお前、うちの親父もそうでしたけど、あなたサラリーマンで堀駅を継ぐってどういう概念なんですかみたいな。でこんななんか不便な田舎に一軒家建てて、俺がここにずっといるとでも思ってるんですかって逆に疑問になっちゃうよね。でもうちは幸いなことに、俺とりあえず東大に合格したんで、これね、東大に合格するってめちゃくちゃ大事なことで、なんで俺が東大受けてと東京行ったかっていうと、とにかく東京行きたかったから東大受けたわけですよ。でさ、
なんかわかんないけど息子が東大に受かったんだ、だけどなんか学費を出さないとかありえないじゃん。周りから絶対高文君は東大に受かったのになんであなたは経済的な支援をしないんだって絶対怒られるよね。それをだから僕は利用したんですよ。東大に行ったらもう問答無用で家から出られるし金も出してくれる、だから最高じゃんね。苦労する必要ないし、今みたいにネットとかもないからどうやって東京で稼ごうかみたいな話になっちゃうわけじゃない。で俺寮に住んでたし、だから寮費もめっちゃ安いし、東大のね塾講師とかめっちゃ稼げるんで、僕は本当にやっと家から出られたと思って、だから全然帰らないわけですよ。なんか毎年帰省とかするやつらいいんだけど意味わかんねえなと思ってました。もう田舎から出たら永遠に帰るつもりなんかもちろんないわけですよ。だけど僕の同級生とかって農家の子とかもいっぱいいたんだけど頭おかしくなってたりとかするんだって。僕はあの小学校の同級生で未だに会ってるやつが一人だけいるんだけど、たまに本当に何年かに一回だけど SNS もつながってて、でもそいつのその近所に住んで、そいつも農家出身なんだけど、たまたまなんか福岡大学かなんかでラグビーやってそれでニュージーランドにあの移住しちゃったんで、そういうその何田舎の大変なところから逃げ出せたんだと思うけど、そいつと仲良かった近所のやつ、あいつ最近どうしてんのって話をしたら、なんか頭おかしくなっちゃったらしいよみたいな、えなんでって言ったら、そのおじいちゃんとお父さんが実家を継げって言って逃げ出せないんだって。本当は逃げ出せんだろうけどさ、でもさ高卒のさ田舎のさ農家の息子が長男がさ東京でさなんかやろうって言ったってさ、何やっていいのか分かんないじゃん。特に僕らの時代ネットないから何やっていいのか分かんないわけよ。逃げ出せないんだよね。大学に行くとかね、まだあの大学に行ける東京の大学とかに行けるとかだったらまだね、そのまま逃げ出すっていう方法はなきにしもあらずだけど、うちの親父だって東大辞める時とか怒鳴り込んできたもんね俺に。もう俺会社やってるし、そっちのインターネットのこれから伸びる会社の方が絶対いいしって俺は 100% 無視したんだけど、なんていうの、いい子っているじゃない、なんか親の言うことをちゃんと聞くいい子、それがいいことされるじゃないですか。俺はだからそういう意味で言うと悪い子なんだけど、多分この散弾銃ぶち回したあの長男いい子だったんだろうね。議長の息子だから議長の息子っぽくいい子を演じなければいけない、それを31年間やってきても鬱屈した人生を歩んでたわけよ。農家なんか継ぎたくないわけよ長野県中野市の、うん、いやもちろんそういうのは好きな人もいるかもしれないけど、まあ嫌だよねはっきり言って。だからそういうのは適材適所でやりたいやつにやらすときはよくて、自分の長男が多分本当は農家とか継ぎたくないしジェラート屋もやりたくないんだろう多分。なのに親に、厳格な親に、立派な親にね、やれ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 と言われて、うわーってなって、最終的にもう人生なんかやめてやるみたいな感じで、まあ自殺と一緒だよね。だったらお前自殺しろよと思いますよ本当に。人に迷惑かけんなバーカっていう。でもそれぐらい鬱屈してたんだろうね、なんで俺はこの世の中に生まれたんだみたいなね。本当は逃げ出せばよかったんだよ、東横キッズにでもなればよかったんですよはっきり言って本当はね。だからあのこれ YouTube ね見てる、この中野市のさ立てこもり犯と同じようなメンタリティのやつら絶対いるよね、俺のこの YouTube チャンネル見てるやつらの中で。逃げろ、もうね親父なんかね大したことないからね、はっきり言ってジジイだろ、うん、腕力でねお前に負けるよ、うん、だからもう東京でももうニューヨークでもどこでもいいからとにかく逃げ出して親と一切連絡取んなね。そうすると人生変わるから、うん、今よりいいでしょ自分で選択した道。なんか不安なのかもしんないけどさ、でもさだからといってさガーってなって人に迷惑かけんな、な人殺しちゃダメよやっぱり、うん、4人も殺しちゃったお前死刑になるんだ、死刑になるなるんだかお前自殺しろマジでって俺は思います正直、うん、まあでもダメよ自殺もダメよ、うん、自殺もダメ、逃げろ、親の言うこと聞くな、人殺すなね。
ということで以上になります。いってらっしゃい。ドリエモバイル、格安スマホを超える携帯の LCC、 ホリエモバイルにいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。